名マカボイは、主にサイレント映画時代に活躍したアメリカ合衆国の女優、映画、ジャズシンガーにヒロインとして出演した。マカボイは、高等学校を退学した後、1917年に、ヘイトという映画に初出演した。40本近くの映画に出演した後、マカボイは1925年に、フレッド・ニブロ監督が MGM で制作した、ベン・ハーデ。 ラモン・ド・バロやフランシス・エックス・ブッシュマンと共演した。この長編映画はサイレント映画時代における最も贅沢で壮大な作品の一つであった。ジャズシンガーにおいても彼女の声を聞くことはできないが、ロイデル・ルースが監督し、コンラッド・ネージェルと共演したワーナー・ブラザース2作目のオールトーキー映画ザ・テラーなど他のトーキー映画ではセリフも喋っていた。マカボイが トーキーへの移行期に映画界から引退したことをめぐっては、彼女が質音ないし絶足らずの喋り方であったからだとする噂が長い間流れていた。実際には彼女はユナイテッドアーティストの会計責任者と結婚し、夫の求めによって彼女は仕事を辞めたのであった。後に彼女は映画界に復帰し、1940年代から1950年代に、 かけていろいろな早くを務め、1959年のベン・ハーにも早くで登場した。マカボイは銀行家であったモーリス・クリアリーと1929年6月26日に結婚し、二人の間には一人息子パトリックが生まれたが、1940年には離婚に至った。マカボイは1984年に84歳で亡くなったが、これは 前年に起こした、心筋梗塞の副作用によるもので、泣きは、カリフォルニア州カルバーシティのホーリークロス墓地に、葬られた。マカボイは、映画界への貢献に対して、ハリウッドウォークオブフェームのバインストリート1731番地に、星を与えられている。映画、ジャズシンガーの宣伝用お写真、マカボイとアルジョルスン、ありがとうございます。